味しそう。じゃあはい、どうしますか、もうちょっと辛くしますか。まだ、まあ、これ1、うん、1回そのぐらいで、あ、はい、あ、いいですか。 ありがとうございます。じゃあもうちょっと野菜も、ありがとうございます。はい、いただきます。これもほら見て、ほら、お、いろんな野菜が入ってるから結構ヘルシーですよね。先にもういい香りがするんで、先にもういっちゃいます。はい、いただきます。いただきます。うーん、熱い熱い、結構熱いね。おいしい、今、うん、パリッパリ、今ちょうどおこげのところが、あ、食べた。俺まだ、お、ない、おいしい、うん、ちょうどいい辛さですね。そうだね、あと卵もちょうどちょっとだけ焼いてあるからおいしい。あ、まだ喋らないで。わ、コルチキンおいしそう。あ、これ30年前から作ったチキンですよね、これ。さっき揚げ物を見てて、はいはいはい、うん、これちょっと味見しよう。うん、すごい辛そう。はい、どうしようかな。あ、早く早くスペース作れて、もう早く食べ、食べてください。食べなさい、早く早く、いろんな注文したから。じゃあこれ、あの、早く早く手で取ってもいいよ。はい、もう手で取ります。はい、怒るから。はい、うん、じゃあこれ手で食べた方がいいですか。うん、じゃあ手で食べようか。はい、じゃあどうかな。まあ熱っ、熱っ、ちょっと熱いね。ちょっとなんかすごい、あの、あ、赤いですけど辛い、辛くは、まあ辛いんですけど、そんなに、あ、ごめんなさい、 I'm sorry。 美味しい、辛くて美味しい。なんか、チリとなんか醤油のソースが出る、美味しい。ちょっとなんか、あの、ちょっとなんか甘辛い、うん、チリソース。そう、でもちょっとなんかベトナムのソースみたいな感じじゃないですか。そうか、でも俺のちょっとチリがね、喉の下に来たけど、うん、でも美味しい。辛くて、辛くて、もうお水飲んだ方がいい。そうだね、水あるから、すいません。わ、すごい手が汚いですね。あとスプーン、あ、ここ入れちゃった。どうしますか、これ。ちょっとスンドゥブを、スンドゥブ、ここから取ろうか。はい、え、スンドゥブ何。スンドゥブは、韓国のスープ、豆腐が入ってて、で牛 の、 あの、骨から作ったスープベースで、辛いんですよね。辛い、チゲ、日本で言うとチゲですね。ナナですね。ナナどうですか。ナナ辛い、でも美味しい。これもうまくて、もうこれはコンビネーションを頼んだんですよね。うん、これコンビネーションはシーフードと、あとちょっと牛肉も入ってるのかしら。うん、入ってます。また食べたばっかり。また喉に入った。むせないでください。汗もうびしょびしょになってるので。私もいただきます。でも辛くて美味しい。うん、多分ね、7ちょっと辛すぎて、8だったら全然ダメ。あ、辛さ、うん、分かる。美味しい、全然大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。じゃあ今度全部食べてください。見ます。辛い、でも辛い。うん、あとね、このチヂミも汗が出てます。チヂミ美味しいよ。ほら、たまにはね、チヂミ頼むとなんかパンケーキのものばっかりになってるから、こ、あ、このはね、そうですね、いつも小麦粉がすごい多いですよね、うん、これはもうネギがたっぷりで、本当にネギとニラ、ニラとほらたっぷりですね。あとシーフードも結構入ってる。本当だ。わあ、すごいね。で、これがソース。じゃあこのソースを、さっき、これがさっき作ってた、いちから作ったソースね。はい、じゃあ私もいただきます。あ、次から、次からもういっぱい頼みすぎ。でもジョンさんも豪華ですよ。ちょっとどうします。あっ、どうですか。うん、作りたてものばっかりになってるから美味しい。 Everything tastes so great。 うん、マシそよ、マシそよ。うん、コキュウリもそう、美味しいってことです。ね、うん、あ、来ました。すごい、
このカルビーカルビーわめちゃくちゃ美味しいよ本当。じゃあちょっと待って、チヂミ、チヂミちょっといただいていいですか、うん、遅いね、エミさん。はいはい、これからね、もうこのキュウリも立てます。うんうん、うん、すごいね、ネギばっかり美味しい、うんうん、もう野菜たっぷり。ちょっとまたお好み焼きと違う感じですね。あ、全然違うね。ね。うん。美味しい。このソースもすごい美味しい。美味しいね。ちょっとたまにはなんかしょっぱくて、こっちの場合はなんか酸味もあるんですよね。そう、酸味が効いてる。あ、酢が入っていて、あともちろんチリもネギとなんか生姜だったかな。うん。ニンニクも入ってますね。必ず入ってますね。韓国料理だとね。うん、後で。結構ニンニクの香りしますよね。大丈夫、二人してニンニク。わかんないから大丈夫。そうそうそう、オッケー。健ちゃなよというのOKですって、大丈夫っていうことで。じゃあとりあえず、はい、これをどうぞ。はい。じゃあすごいなんか、うわあ、見てこの大きさ。ちょっと骨付きですよこれ。すごい。ほらこれ骨付きのカルビですね。本当だ。おいしそう。もうなんかすごいジューシー。あー、熱いけど。これ手で。うん、本当に柔らかくて、うん、しっとりした肉です。だから、うん、あ、なんかすごい柔らかい。なんか今まで食べたカルビの中で一番柔らかいかも。うん、そう、これはねナイフ必要ではないんですよ。このままでかぶって食べても平気。あ、ちょっと。そう。あ、そう、あ。あとワインに合うかどうかちょっと全然チェックしてないんですよ。ずっと食べてるばっかりから。そう、なんかいろんな食事が、うん、出て焦って食べなきゃって。うん、美味しいね。どうですか。ちょっとここのお店人ひしめしちゃってるみたいな。ね、ちょっと貸し切りしてないけどね。そう、プライベートルームになってますけど。まだ早いからね。まあ、もうちょっとしたら多分じゃあ。それで今回本当に面白いところ面白かったです。本当に絶対もうこういうクックストリートの中にこういうのがあるとは思えないぐらいの。そうね、はい、ただこういうなんか結構ローカルしか分かってないかもしれないけど。そうかもしれないですね。ね、はい、面白い穴場ですよね。じゃあぜひ試してみてください。今回本当にアロハ TV.com をご覧になってありがとうございました。ありがとうございました。また See you next time。 次回はワイキキのアニメーションアートギャラリーのところで、あの金曜日、はい、あの放送しますので、ぜひ見てください。はい、じゃあアロハー。アロハー。はい、ありがとうございました。はい。